つまれ。にわわいコメンタリーレオフューチャリングヤイエル。いし。にわわいコメンタリー。YouTube いいですね。自由にやれてます、ほんと。すごい楽しんでるよ。見てくれてる皆さんも楽しく見てくれてると嬉しいです。1月1日に発売しました、にわにわわいわいの曲をね、1曲ずつじっくりお話ししようというにわわいコメンタリー。今日もゲストが来てくれました。ヤイエル池ヶ井くんです。いや緊張しますね全然改めてこうやってお話しさせていただけると。池ヶ井くんはもうこの曲作りの最中と、はい、レコーディングの時の、そうですね、あの映るって言ったらもうインスタの写真ぐらい、ね、そうですね、こういう形でカメラの前で一緒にっていうのは初めてな感じですね。そうですね、はい、あんまりカメラには映ってないですけど、結構内容はバチバチした制作だったなっていうのは。そういやいや、でも本当最初、この最初の打ち合わせの時からこう、うん、僕がやりたいのはこういうことなんですみたいな感じで入っちゃって、結構僕も実はビビってたんですけども、とりあえず行ってやろうと。そうなの？っていう感じだったですね、はい、最初だっけな、あれ最初の人は多分あのレーベルの一室で、はい、でもうちょっと一段落してるけど、ね、もうちょっと話したね、はい、もうちょっと話しましょうという感じ。それは池ヶ井くん一人ぐらいかな。そうですねもう終わって、はい、もう終了したのにもうちょっと話していいですかって言ってくれた感じは、僕話すの好きだから嬉しかったよ。あ、本当ですか、ありがとうございます、うん、そうですね、とってもかっこいい曲、ありがとうございます、うん、ありがとうございます。ネオは一発でこの曲に来たの？いや、寄り道しましたね。何曲か僕らもバンドとして作ってみようっていう話にはなって、うん、まあ、すごく日本のポップスって特殊というか、その日本のポップスだけのやっぱり特徴がとてもあるので、うん、逆にその加藤さんがこう海外の見据えたというか、うん、その世界全体の中でのポップスって何なんだろうみたいなところに挑戦したいってお話も若干聞いてたので、うん、まあ、そういうものって何なんだろうなっていうことを考えたりとか、うん、いろんな方向性をこう僕らも探りながらどうなんだろうなと思いつつも、うん、まあ、やっぱ最終的にはやっぱその加藤さんの作品なので、キャラクターの部分というか、うん、っていうところに落ち着いたっていう感じではありますね。会ってみてどういう人間だったの？いやー、まあ少しの時間かも。そうですね、もう本当に恐る恐るこう壁の隙間からいやいやそんなことないよ覗くって感じはありましたけど、うん、割とすごくシンプルなんじゃないかなと思ったんですよね、うん、なんかこう自分が結構本当に思ってることをシンプルに言うためにはどうしたらいいんだろうっていうことを結構意外とシンプルに考えてらっしゃる方なんだなっていうのが僕の印象でしたね。そうだね、シンプルかもしれない、うん、シンプルに行き着くまでは結構、うん、そういう話もスタジオでかなりそうだ、ね、しましたね。ぐちゃぐちゃまあ人の頭もぐちゃぐちゃ入っていくし、うん、自分の頭もぐちゃぐちゃごちゃごちゃするけど、はい、でもそこで生まれる答えはシンプルが好きかな。そうですね、うん、きっとあれだね、やっぱり時間やっぱり長いことやってるっていうだけのことでもあるかもしれないけど、その中で間違いも失敗もいっぱいしたんじゃないかな。だから今の言ってくれたシンプルっていうところに行きつけたのかな、はい、うんうんうん、そんな感じがするな。ネオ英語詞、はい、歌詞を見てみましょうか。 Wanna be somebody、 歌詞を見てみましょう。ヤイエルは英語の歌詞なんだよね。そうですね、はい、普段から英語で書くし、うん、
英語の意味を。あ、ぜひ。最初の部分は、wanna be somebody。誰かになりたい。結構英語だと、wanna be っていう言葉は割と、こう、なんていうんですかね。自分以外の何かになりたいみたいな表現で使われることがすごく多いんですけど、これ結構一人称だと思うんですけど、自分の中でのこう、あの、悩みというか、まあその、片園真帆のパブリックな人として、その、進んでいかなきゃいけないっていう自分みたいなもののこう対照的な、自分の中のキャラクターみたいなものがこうぶつかっている感じに聞こえればいい、見え隠れはしてるよね、はい、思ってて、まあ、でその後は、Do you hear the cracking noise? なんで、cracking noise、 何かがこう壊れていくとまでは言わないですけど、こう、何かがこう僕のイメージだと結構こう氷が割れていくイメージというか、あの、何かこうすごく大きなものが動いているような気配がしない、でそれが多分自分の心の中でこう点滅しているというか、そういう映像がなんとなく見えてきてるんじゃないっていうのがまでがサビまでの、ビルドアップ、でこのフックの部分はここですよね。ここだよね。お話ししてたのは。ここが面白かったな、このやりとりが。そうなんですよ。そう、ここが面白い。Sometimes I feel like a TV star。この詩をカットしたいと言い出したんだよね。そうですね。最初、カズさんお会いしたときに。そうだね、はい。それは、その理由が僕はやっぱすごく面白かったんですよ。いや、でも理由の捉え方は違ったんだよね。いや、ほんと全然違いますね。違ったんだよね。はい、僕はある意味ちょっと喧嘩腰というか、もう来た瞬間から、おお、来た、これは。来た。また、TV スターだけの自分をこう演出しようとしてるんじゃないかみたいなところっていう、こう、テンションで僕は、まあこれ、実はその歌詞を先に説明すると、時々 TV スターみたいな気分で、時々トゥルーマンショーみたいな気分だ。トゥルーマンショーっていう映画があって見ていただければかと思うんですけど、まあ要はその、ピエロっぽいというか、っていう、まあ、表現なんですけど、アイドルでいるっていうことが、トゥルーマンショーみたいな気分っていうこと自体がすごくそのプロとしてそれは違うっていう話なのかと思って僕は来たんですけど、僕の、あのお聞きしたイメージだと、いや普通に俺は24時間 TV スターなんだよと。俺は全然その24時間そのスターとして生きてるからっていう話をバツンってされて、そっちですかみたいな。そうですね。だからなんかあのロックミュージシャンとかがこの歌詞を歌い上げるんだったらいいんじゃないかな、でも僕 TV スターだから自分でこれ言うのはっていう感じでって言ったら、そういうことだったんですか、でもこの詩は絶対残したい。でそこまでのやり取りがあって、会話がそこまでちゃんとできての入れたいって言われた時に、もう僕はその最初に話したきっとシンプルなところで、彼がの思いが強く入れたいんだ、そこを信じる、入れよう。そうですね、感じだったよね。いやでも俺は TV スターだからっていう決断をすごくしてる人なんだなっていうのはなんとなく分かって、だそこの部分は僕はやっぱり言った方がいいんじゃないかなって思ったんですよね。そのトゥルマンショーをピエロだと言うなら、僕絵を描いてる中にピエロの絵が結構多くて好きなんですよ、でももともと好きになったきっかけは、俺なんてピエロだ、っていう思いで、それをちょっとこう発散するために絵にピエロを入れてる時期もあった、からそれがきっと今言ってる感じと一緒だね。まさにまさにそうですね。僕のでも常にアイドルであってってその時期も思ってたはずなのに、ピエロを描いてたその時の思いは違う時期もあったのが、トゥルーマンショーの下りだよね。そうですね、はい、まさにそうだ。見えない部分が、やっぱりその見えている部分をこうより強調させるというか、そこに対して抗ってるからこそやっぱりすごい職種なんだなというふうに
思いますし。ああ、面白いな、はい、見たいから追いかけたいんだけど、見えすぎるって違うんじゃないかなっていうのは、なんか、うん、なんか見えない部分があるから、なんかもっと知りたいとか。そうですね。そこって、大事にしたいし、はい、そこ、自分もそこでドキドキしたいから。曲を聴いてみましょう。もう止めます。イントロから歌、頭、はい、はあれは何ですか？合唱的な部分があると、ちゃんとみたいな、いわゆるちゃんとって何？なんていうんですかね、こうある意味こう、ちょっとこう呪術的というか、なあ、割と正直な告白をしてる曲だと思うので、そこに対してこう導入というか、うん、なんかあまりにも直接的になるってことに対してこうある種呪術じゃないですけど、正直になれる雰囲気作りみたいなものが、わらびサンバリを言わせるための周りの声か、っなそうで、すごい音いっぱい。そうですね、意外とこうハウスっぽいというか、割とこうかなりセクシーなノリ をすごくこう電子っぽいというか、あの機械っぽい感じで出せたらいいなって音作りを僕個人としてはしてて、レコーディングしてて結構強く歌うともうちょっと弱くって言ってくれたり弱すぎるともうちょっと強く、はいはい、その微妙なラインがあるよね。はい、やっぱりすごくこう絶妙なとこですね。やっぱこう機械的でもあるんだけど、こうその裏側にちょっとこう人間っぽいとこもないといけないみたいな、まあ、むしろ本当にそれがまさにさっき言ってたアイドルと自分みたいなバランスみたいになればいいなっていうところもあります。結構吠えてたりするけど、はい、なんていうのかなね、その本当の吠えてる、うん、叫びとはちょっと違うもんね。なんかそうですね、加藤さんの最初の Wanna be somebody のところが、うん、逆にこうかすれてるところも僕はすごい好きなんですよ。なヘビースからかな、はい、今のブロックから、はい、変えてったんだよね。そうなんですよ、これも加藤さんのアイデアでスピードアップしていくという、はい、だからスピードはこう変わってきてるんだけど、元の曲は変わってないから、上げたいって思って頭の中で何度もこっから速くしたらどう、どうなっていくのかなとかって、はいはいはい、できっと行き着いてそうしてくれませんかって言って、その後に何パターンか、そうですね、そのいろんな上がり方を試してみたりとかしましたね、うん、そうだね、はい、気づかれないようにしたかったんだ
そうですよね。ギリギリ気づかれないぐらいにしてて、聞いてる人が自然に心拍がこう動かされて、体のなんかノリも、うん、後半にもあれあれなんかついていけないけどついていきたいみたいな感じな曲になったらなって、はい、もう1分切ったぐらいかな残り。絶妙な、うん、だんだんなって感じですね。で、あそこから戻したかったのは、はい、気持ち悪いのよ、また言ってるわこの間ここのコメンタリーで、ね、クレバさんの曲に散々気持ち悪い気持ち悪いあの褒め言葉なんですよ、はいはいはい、せっかくスピードがこう速くなってって気づかせないだ、はい、速くなってやっと気づいて、あ、速くなってるんだ、うん、気持ちよくなってきた瞬間にブツンって切られてで元に戻ると、はい、なんか、うん、ちょっとっていうなる感じですよね、はい、もうその違和感が欲しかったんだな。そうですね。こうでもやっぱりその何度も考えられる曲ではありますよね。そういう意味ではすごく、うん、そこの感覚は大事だと思います。このアルバムの中でもこの池川君のこのネオはあの、まあ、どれもね大切な重要な曲だけど、こう僕が一人でこうやって音楽をやらさせてもらうにあたってはとても重要な曲になったなっていう感じは。ありがとうございます。ありがたいですね、はい、またぜひよろしくお願いします。音楽一緒に遊びたい。そうですね、ぜひ本当にお願いします。イヤイエル生きがい最高、イヤイエル最高